神谷から飛び込んできた、素晴らしい池田島とですね、神谷からでしたね。神谷選手のクロスも素晴らしかったですね。神谷のボール、プロ初ゴール、同点ゴール、愛媛1対1。愛媛も待ちに待ったこの男、神谷雄太の同点ゴール、プロ初ゴールが決まりました。神谷が抜けて吉田が右に流れる、今度も近づくクロス、グラウンダー、さあ大外、左足、愛媛が先制、またやった小池。ボールを奪った愛媛 FC、 中央には神谷、近藤が行くか、近藤が突破するか、近藤を突破してクロスシュート、神谷先制点は愛媛 FC。 完全に崩しましたね神谷、今シーズン3ゴール目。Sometimes the story has no end. Sometimes I think that we could just be friends. Cause I'm a wandering man, he said to me. And what about our future plans? Does the thing we have even make sense? When I got the whole world in front of me. So I said, I don't wanna be aloneね、そうですね、さあ繋がると大きなチャンスです。決定機愛媛、そのまま転がり込んでいきました。愛媛が先制します。鮮やかなカウンター、神谷が決めました。前を向いた神谷、切り返して神谷、左足シュート、ポストに当たった。ここまで下がってこないといけないということになるんですね。野田と入れ替わりながらプレーしてますよね、はい、安藤がそのまま持って上がる、さあ近藤から前に繋がった、いやー神谷シュート決まった、ゴール神谷がスルスルっと抜け出しました。2試合連続のゴールが生まれました。神谷に出ました。中にブロック作られていますが、先に触る小池、左足決めました。I would be alone forever, but I won't be denied.
もう一度神谷が慎重にドリブルをします。近藤に渡した。駆け抜けていくのは小暮。左に神谷、神谷を選ぶ。シュート、神谷が決めた。突き放し一発、福岡の分厚い壁を神谷のシュートが突き破りました。出ましたね。今度下げて神谷、神谷の追加点、綺麗なボレーシュート。神谷優太、技術の高さですよね。いい時間帯に追加点の関根牛。